今回は VR チャットでマイクラの世界に入れるワールドに入っていきます。どうも皆さん、こちらヒノです。皆さん、マイクラやってますか？突然ですが、皆さんは今話題の VR チャットを知っていますか？ VR チャットとは、様々なワールドでゲームやコミュニケーションができるソーシャル VR プラットフォームで、綺麗な世界からホラーワールドまで様々なワールドが存在します。この VR チャットの世界にマイクラを完全再現したワールドが存在するみたいです。ということで、今回は VR チャットのマイクラの世界に入っていきたいと思います。 VR チャットは PC だけでもプレイ可能ですが、今回は VR を使ってプレイしていきます。ということで、 VR チャットの世界にやってきました。おほー、こちらがね、僕の今の姿、キング風になってます。初めての人のために説明すると、 VR チャットっていうのは、このアバターみたいな、これがね、もう自由に変えられるんですよ。こういうね、かっこいい姿にもなることができます。セーフかわからないけど、こういうね、ディアルガとかそういうのになることもできます。これすごいよね。すごい、時の方向できる、ドラゴンブレス。あんまりね、これよそのワールドでやると嵐扱いになると思うんで、あんまやんない方がいいんだけど、こんなのもあります。すごいでしょ。ここで、これが VR チャットの世界なんですが、ここから VR クラフトというワールドに入っていきたいと思います。こちらが VR チャットでマイクラを完全再現したワールド、 VR クラフトです。これ入るとき、めっちゃすげえってなると思います。これね、インスタンスを作るってなって、ポータルを置くで、こうすることで、なんとポータルをね、出すことができる。で、ここに入ることで VR クラフトの世界に入れるっていうね、こうなんという中二病仕様というか、すごいよねこれ。マジでレディープレイヤー1みたいな感じの世界観になってます。今回機材にめっちゃ当たりまくる関係で、ボン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 うるさいかもしれない。ということで、早速行っていきましょうか。着きました。こちらがね、VR クラフトの世界です。この世界ではね、なんと、マインクラフトを、この VR チャットの世界で、実際に遊ぶことができると。しかもね、こちら、新しいアップデートで、自分のワールドとかを変換して、実際に入ることができるんですよ。それやばいよね。ワールド、ブラウザ、マップテンプレートがあるんだ。ロードワールド。じゃあ、これでロードしてよっか。スカイアイランド。スカイブロックってことですね。つまり。ということで、このスカイアイランドの世界に行きましょうか。あ、もう島スタートかと思いきや、ここスタートらしい。どうすればいいんだ？これ殴ればいいのか？これで、あ、すごい！こんな感じでブロックを置くことができる。おー、すごい！お、すごい、お、すごい！これで登れるよ、みんな。やばい、これ、この世界シフトないからちょっと厳しい。オッケーオッケー。ちゃんとね、ブリッジを作って、登っていきます。オッケー。ということで、ここがスカイアイランドの世界。すごいね。めっちゃマイクラだ。あ、パルクールこれ。パルクール要素ある。おい。あはははは、落ちた。マイクラと違って、落ちる時もめちゃめちゃ怖いですね、これ。あ、出てきた、なんか、様々なブロックを使って、こう、建築ができるみたいな感じなんだろうな。これでダイヤになる。あ、ダイヤなる。いつもね、いろんなサーバー行くたびに、僕の名前刻んでいくんですけど、ちょっとこれ難しすぎ。できました。皆さん見てください。VR チャットの世界のマイクラで、僕の名前を刻むことができました。気になっちゃったんですけど、これ水で登れるのか？あ、そういうわけじゃない。VR チャットの世界のマイクラの水は硬いらしい。水なのか、これ。水だな。今一人のワールドに入ってるんですけど、 VR チャットっていうのはもう自分一人のワールドと、あといろんな人が入れるワールド、パブリックワールドみたいなのがあるんですよ。でさっきパブリックワールドちらほらあったから、ちょっと見に行こうか。あれ着いた。だってこれで誰かいるのかな。お、すごいすごいすごい、なんかめっちゃできてるぞ。なんだこれなんかトラップみたいなのあるけど、これ隙間から落ちたりとかしない？危ないぞ。誰かプレイヤーはいないのか。7人もいるはずなんだけど、どこいるんだ7人は。なんかコソコソ声が聞こえる。ハローハロー。あ、聞こえる。今、ハローって聞こえなかった。あ、ここいる。あ、なんかバグ、見えないのか。あ、いるいるいる、人いる。人いるけど、なんか、見えない。なんで見えないのこれ。なんか、お家作ってる。なんか、ダイヤモンドになってますけど。こんにちは。なんか、バリアでアバター表示ができてない。あ、すごい。アレーみたいな子がいる。かわちい。にゃわいいぞ、これは。かわいらしい。ちっぽいな。撫でときましょう、これ。ポンポンポン。すごい。なんか想像以上にマイクラだ。みんなちょっと今回酔っちゃうかもしんないけど、許してね。ハロー。手振っとこう。めっちゃ怖い。すごいな。こんな感じで、マイクラを飛び出した世界でも、みんなマイクラで楽しく遊んでるっていうね。玉座あるじゃん。これ僕のための玉座じゃないこれ。どうだ？これで玉座に映ってるぞ、僕が。VR チャット初めて見た人は結構衝撃的なんじゃないの？いや、これでさ、超巨大建築とかあって、いけたらもう泣いちゃうよね、これ。ということで、こちらがね、VR チャットでマインクラフトを完全再現したワールド、VR クラフトなんですけど、最新アップデートで自分のワールドを実際に入れて遊ぶことができるようになったということで、ちょっとここから自分のワールドに VR クラフトを使って入っていきたいと思います。サーバーを立ててプラグインを導入し、コマンドを入力するだけで簡単にワールドデータを変換できます。ということで、マイクラのワールドデータを変換してきました。これで、ここにマップ
ップデータを書き込めばいけるらしい。入れてみましょうか。ドリームの監獄入力しようとしたら VR チャット固まっちゃった。文字列多すぎて VR チャットが固まるなんてことあるんだ。動き出した。オッケー。お、いけそう。ロード。あ、いけてる。あ、いけてる。あ、固まったけど、なんか作れてるっぽいです。おー、すげー。ちょっと見に行く。じゃあこのまま行きます。来た。おー、皆さん、これ何かわかりますか？ちょっとね、わからないと思うんで、一旦ここブロック積んで上上がっていきます。はい、ジャンプ。はい、ジャンプして、はい、ジャンプ。ということで、こちら何かわかりますか？そう、ここね、マグマが全部消えてるんで分かりづらいかもしれないんですが、こちらドリームが監禁されたパンドラズボルトの中身に来てます。つまり今僕はね、パンドラズボルトの中に閉じ込められてるんですよ。本家だとね、こんな感じで、で面会室がこうなってるみたいな。すげえ、みんな。で、ここ上にね、ほらあるんですよ。この上のところにベッドがあるみたいな感じです。ちょっと登ってみよっか。ベッドもここをね、湧いたらここにスポーンしてガッチャーンってなって、本来だったらこう下に必ず落ちてくるような仕組みになってる。だからここでいくら死のうとも永遠にあそこのベッドを壊さない限り、ここに湧いてしまう。そしてこの壁も壊すことができない。四方八方がマグマに埋め尽くされてる。あの伝説の牢屋に入ることに成功しました。やば、夜になっちゃって暗くて何も見えないや。じゃ一旦ね、ここ橋つなげて、はい、こっち側がね、こう面会室みたいな。あ、そうそうそう、ここら辺にあるレバーをパチってやることでやっとここの扉が開くみたいな感じですね。わ、すげえ、臨場感がえぐいぞみんな。ちなみにね、飛んで空見たいなって思ったら、なんかお金400円ぐらい払わないといけないらしい。そうやってね、このマップ作者っていうのは VR チャットでお金稼いでるみたいです。はい、パンドラズボルト。あ、こっち出口だ。出口だけど、これ奈落か。うわー、あ、戻った。見てください。まあ、ちょっとね、一部だけなんで切り取られてはいるんですけど、すごいね。ちゃんとパンドラズボルトが再現されてる。これ面白いですよ、みんな。レッドストーンとかの仕組みはないんでね、実際に脱獄をやることはできないんですけど、気分はめっちゃ味わえるよね。リアルでそのまま今 VR つけてるからね、本当にあのパンドラズボルトに閉じ込められた体験ができる。これやばすぎる、マジで。ちなみに刑務所といえば最近弱者っていうチャンネルで脱獄のショート出してるので、皆さんよかったら見てください。皆さんもパンドラズボルト VR でやって、実際にね、脱獄までの経路を辿ってみてください。いや、結構これはすごいよ。ということで、今回は VR チャットでマイクラを完全再現したワールドに入ってみました。この現時点でもすごいけど、多分今後ね、VR チャットどんどん進化していく上で、よりいろいろできるようになってくると思います。マイクラ以外でも VR チャット今後もやってほしい人はコメントで教えてください。ということで、この動画がいいなと思った人はチャンネル登録、高評価してくれると嬉しいです。それじゃあ次の動画で会いましょう。バイバーイ。you